皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の読み取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の読み取りその30。第1問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは的中です。第2問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは岐阜です。第3問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは共栄です。第4問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは冬至です。第5問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは群馬です。第6問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは群れです。第7問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは辞書です。第8問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは群生です。第9問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは目的です。第10問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは群れるです。第11問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは競売です。第12問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは鹿です。第13問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは辞表です。第14問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは鹿児島です。第15問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは積極的です。第16問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは競争です。第17問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは競争です。第18問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは字です。第19問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは競輪です。第20問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは的です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。